はい、カメラマンの横山です。今日は CP プラス2018ですね、先日横浜で行われたイベントがあります。で、そちらにですね来れなかった方のためにシルキーピックスブースで行われたローゲンゾーセミナーの応用編、こちらをですねちょっと収録でちょっとやってみたいかなと思いますね。で、ちょっとイベント会場みたいにちょっとテンションは上げられないんですけども、収録ではちょっとまったりですね、ローゲンゾーセミナーの方をもう一回ちょっとやってみようかなと思います。で、ローゲンゾーセミナー応用編の方は部分補正ツールやトーンカーブなど便利機能を詳しくご紹介ということで、2つの機能をご紹介しましたよと。で、そちらをちょっと見ていきたいと思います。で、まず部分補正とかトーンカーブとか絵柄に合わせた細かい調整を行う前にカメラじゃないね、基本項目は押さえておいてくださいねっていうことをちょっとお伝えしてます。で、まずは基本3項目、これカメラでもローゲンゾーでもいいです。露出とかホワイトバランスとかコントラストっていうのは写真全体に影響するパラメーターですので、こちらはまずカメラの設定でもいいですし、ローゲンゾーでカメラで外しちゃったらローゲンゾーでもいいんで、イメージになるように調整してくださいねということがあります。で、これがまず細かい調整を行う前の基本調整になりますね。で、例えばこれ露出なしで、ちょっと暗く濁って色もちょっと赤かぶりしてる写真ですね。で、こちら明るさ露出を変えると肌の色の抜けの良さっていうのも出てくるかと思います。で、次にホワイトバランスですね。で、こちら肌色が自分のイメージになるようなホワイトバランスを設定してあげると色の抜けの良さもっと出てくるかなと思いますね。で、次にコントラストですね。で、こちらは被写体に応じて例えばコントラストを高くして高調にするとか柔らかい感じを軟調にするとかっていうのを選んでいただければいいかなと思います。で、この基本3項目、こちらが終わったらその他の基本項目として、彩度、鮮やかさとかシャープね、シャープネスの処理とかノイズリダクションっていうのをまず使っていただいて、これ使う必要ない場合は使わなくてもいいんですけども、こちらでまず写真のベースを決めていただきたいと。で、まずここまで持ってきていただいて、気になったところに対して部分補正とかトーンカーブというのをやっていくことになります。で、まず一つ目がね、ここではですね、カメラではできないこだわりの調整で完成度を高めると。で、こちらに書いてある項目は、頑張ればね、カメラで全部追い込めば、完結できるような内容です。で、そこを外してしまった場合には、ローゲンゾーで、イメージ通りに調整してくださいねっていうのが、この基本調整なんですが、今回ご紹介する、この二つ、部分補正とか、あとトーンカーブっていうのは、なかなかカメラのメニューでは、設定できない、項目ですので、こちらの2つを使って、写真の完成度をより高めていただきたいというのが、応用編のセミナーの内容になります。はい。それでは、まず見ていきたいと思いますね。最初に、部分補正と。で、こちらは、写真の一部分を指定して、例えば一部分を明るくしたりとか、暗くしたりとか、で、また色合いを変更したりとか、そういうものになります。で、ちょっとこちらの作例見ていただきたいんですが、この空の部分ですね。空の部分。これがちょっと明るすぎて色が薄くなってます。で、それに対して下のボートの部分ですね。こちらは逆に暗すぎて、少し潰れ気味になってますね。黒潰れ、寸前になってます。ですので、じゃあ逆にこっちの空の部分に露出を合わせてもうちょっとね、カメラの設定とか、ローゲンゾー時の露出補正、暗くするとどうなるかっていうと、手前のボートはもっと潰れちゃいますね。で、じゃあ、ボートの部分に露出を合わせるために、ちょっと明るくしたらどうなるかっていうと、空はもっと色が薄くなってっちゃうよっていうですね。で、これカメラの露出補正では、これどうしようもない機能になります。で、こちら部分補正で、空を暗く、手前のボートを明るく補正してあげると、こんな感じになりますね。はい。手前のボートは、このように明るく。上の空の部分は暗くというですね。一つの写真の中に別々の補正を行うことができます。で、
ちょっとこちら、水面の部分に着目してもう一回ちょっとご覧いただきたいんですが、何回かやってみますね。ちょっと水面ご覧いただきたいですね。これが調整前。はい。で、これが調整後ですね。はい。で、指定した部分以外のトーンは、ほとんど変わらないのがわかるかと思います。で、まあ、カメラにも快調補正の機能ですね。例えば白飛び軽減ですとか、HDR とか、そういう機能がついたものもあるかと思うんですが、それを使うと、写真全体のトーンが変わりますね。例えばこの写真だと、水面のコントラストまで変化が出てしまいます。で、部分補正を使うと、このように指定した部分、例えば空の部分だけとか、ボートの手前の部分だけとか、っていうところに対して補正がかかるので、写真全体のトーンは変わりませんよっていうのが、この部分補正のいいところです。で、これをうまく使ってあげると、すごく自然な仕上がりになりますので、こちらをちょっとデモンストレーションをやってみたいかなと思います。はい。部分補正ツールは、このようにサブコントロールにあるですね、四角と丸のアイコン、こちらをクリックすると、この部分補正ツールのパネルが出てきます。はい。それでは、先ほどの作例を仕上げていきたいと思います。で、まずちょっと気になるのは、空がちょっと明るすぎて、色が白っぽく薄くなってしまってますね。で、それに対して、手前のボートの部分は、まあ、若干暗いと。ちょっと黒つぶれ寸前ですよっていう形になってますね。で、空の部分に、露出を合わせます。ちょっと暗くして、色とか、ちょっと色を濃くしてあげたいなと思いますね。で、そうすると、手前のボートの部分ってやっぱもっと黒く潰れちゃいますね。で、逆に、こういうふうに、ボートの部分を明るく見せようとして、露出を明るく補正すると、このように空はもっと白く飛んでてしまいます。はい。ですので、こういう露出補正、カメラでも、ロー現像でも、露出補正ではちょっとどうにもならないねっていう写真になってますね。はい。その場合、例えば空だけを暗く補正したい場合、このサブコントロール、こちらですね。サブコントロールの中にある部分補正ツール。これをクリックすると、このように部分補正ツールのパネルが出てきます。で、上の3つのアイコンで、領域を指定していきます。どこを補正しますかっていう領域の指定方法、これ3つありますね。で、今回、空の部分だけを補正したいので、段階補正フィルターというですね、こちらを使います。で、これをクリックすると、このように、プレビュー画面上に3本の線が出てきますね。で、段階補正フィルターは、水平とか垂直に分割されたエリアに対して補正を行うものです。で、上が白くなっているのは、補正エリアが分かりやすいように、明るさ、これ明度がですね、100になってます。ですので、0が補正なしの状態。で、最初は分かりやすいように100になってますよ、と。はい。で、段階補正フィルター、真ん中の四角を持つと移動ができます。で、真ん中の線を持つと、こういうふうに回転が、角度の調整ができますね。例えば、下を補正したければ180度回転していただいて、下を補正とか。あと、ね、縦に分割されたエリアだったら、こういうふうに縦に補正とか。で、今回は水平線に合わせますので、上の部分に合わせていただいて、こういうふうに水平線に合わせますよと。ここから上が空ですね。はい。で、今回は、明るさを暗くしたいので、明度をこう暗くしていきます。そうすると、明るすぎて白くなってしまった空から色とかですね、階調が出てくるかと思いますね。はい。で、次に鮮やかさも少し鮮やかにしてあげて、朝日、これ朝日なんですけど、朝日の色をちょっと濃く表現してあげれば、いいかなと思います。はい。で、ここで、空だけの色を、こういう風に調整することができましたよと。これが段階補正フィルターですね。で、これは、レンズの前につける、ハーフ ND フィルターってありますでしょ？グラデーションのかかった ND フィルターですね。で、よく夕日とか、撮ったりするフィルターなんですけども、それをロー現像時にやるのと同じような感覚で使っていただければいいかなと思います。はい。で、じゃあ、次に行きまして、空が暗くなりましたよと。暗く補正して、ちょっと色が乗ってきましたねというところで、今度は暗すぎる、
逆に暗すぎるボートの部分ですね。で、こちらはですね、ちょっと空に比べると複雑な形をしてます。ね、ちょっと複雑な形をしてますね。で、その場合は、この部分補正ツールの中にある、このブラシというもので補正していきます。で、ブラシは塗った部分に対して補正を行うものです。で、ブラシのアイコンをクリックすると、はい、このように二重丸、カーソル、マウスカーソルが二重丸になります。二重丸に。で、ポイントはですね、まずブラシサイズをちょっと大きめに、こういう風に設定してあげて、補正したいエリアをざっくりこういう風にマスクを作るように塗ってしまいます。こういう風にね。で、まあ、はみ出た部分はあるんですけども、こちらは後から消していくということになりますね。で、たまに、几帳面な方はですね、ブラシサイズをちっちゃくして、こういう風に塗り込んでいくっていう方も結構いらっしゃるんですけども、そうすると、こういう風に補正ムラができちゃいますよね。濡れてない部分とかができちゃったりすると、そこが補正ムラになってしまいますので、まずポイントとしては、大きなブラシで、指定したいエリアをざっくりこういう風に塗ってきます。はみ出ちゃってもいいんで、ざっくり塗って、塗りムラがないように、こうマスクを作るように、こういう風に塗っていきますね。で、はみ出た部分は、この消しゴム。消しゴムですね。はい、こちら消しゴムのアイコンがあります。これをクリックすると、また二重丸になるんですけど、今度はちょっとブラシサイズをちっちゃくして、はい、こういう風にちっちゃくして、はみ出た部分を、外側からこういう風に消していけば、楽に補正エリアが作れるかなと思いますね。こんな感じで。はい。ロットスってこうね、消しすぎちゃったよっていう場合結構あると思うんですけども、その場にはこのブラシの追加、ブラシの追加アイコンですね。こちらをクリックすると、塗り足しができます。ね。今度は逆に、もっとここはみ出ちゃったから塗り足したいねっていうところは、ブラシの追加アイコンで、このように塗ってあげればいいかなと。で、これをアイコンを解除すると、はい、このように補正エリアができましたよと。で、まあ、これだとやっぱり明度が100で明るすぎますので、ちょっと明るく。はい、こういう風に設定していきます。そうすると、明るくはなったけど、また別の問題が見つかってきますね。ちょっとなんか青すぎるなと。青かぶりしてるなっていうのがわかるかと思いますね。で、その場合には、こちら。調整パネルがこれタブになってますね。で、こちらホワイトバランス微調整。こちらタブになってます。これ二つに切り替えることができますね。はい。で、ホワイトバランス微調整で、青かぶりしてる方向と反対の方向に、これを持ってきていただくと、こう青かぶりが緩和されて、ちょっと朝日を浴びてるボートの雰囲気っていうのが、しっかり出てくるかなと思います。で、まあ、露出と同じように、実は、これもですね、カメラで調整できない項目になりますね。で、写真1個に対して設定できるホワイトバランスっていうのは1個しかありませんよね。で、それカメラのメニューでも1個しか選べませんし、老現像のホワイトバランスでもこれ、例えば電球だったら電球、日陰だったら日陰みたいな感じで、1つの写真に対してはホワイトバランスを1個しか設定することができません。で、この写真は、ホワイトバランスの正解が2つ存在するシーンになります。で、日が当たってる部分の太陽光に近いホワイトバランスと、あと日陰ですね。日陰。で、日陰のホワイトバランス、青いホワイトバランス。こちらの2つが1つの写真の中に存在してしまっている写真になりますので、その場合には、どっちかにホワイトバランスを合わせたら、どっちかが、色かぶりするよっていうシーンになってきますので、その場合にはこのように部分補正で別々にホワイトバランスを設定してあげることで、なんかバランスのいい、色調の写真になるかなと思いますね。はい。で、ちょっとビフォーアフター見るとですね、一回これ消して、ビフォーアフター見ると、こんな感じになりますね。はい。調整したとこだけの明るさとか、色合いが変わって、調整しないところっていうのは、写真のトーンが変わってませんよ、ということになります。はい。で、じゃあもう一つ作例ちょっと見ていきたいかなと思います。これで、
この桜が終わりですね。はい。じゃあもう一つちょっと写真見ていきたいかなと思いますね。じゃあこの写真、ちょっと調整していきたいかなと思います。で、今回は、あれですね。段階補正フィルター。これを二つ使ってやってみたいかなと思いますね。で、まあ、この写真、まあ結構雲が、いい感じでダイナミックだったので、まあそれをちょっと撮りたかった写真だったんですけども、まあ夏のトップライトが強い、ピーカーの写真ですね、ほぼね、雲が出ては、いるとはいえ。はい。で、そういう場合ちょっと露出オーバーになって、空の部分少し明るすぎるかなと。で、そこに対して、段階補正フィルターで、空の部分ですね。ちょっと暗くします。暗くしてあげると、こう雲から、この階調が出てきますね。で、ちょっと鮮やかさもちょっと鮮やかにしてあげて、コントラストも少しつけてあげたりすると、こんな感じになりますね。ちょっとこうやって暗くしすぎ。はい、こんな感じです。で、ビフォーアフター見ると、こんな感じですね。この手前を暗くすることなく、空だけが、濃くなりましたよと。で、段階補正フィルターは、もう一個、何個か追加できる、たくさん追加できますんで、これクリックすると、もう一個出てきますね。で、これをぐるっと、今度は下に回してあげて、今度は逆にこの手前の畑の部分ですね。そちらを明るくしてあげたいということで、ちょっと明るく。このように補正してあげると、ちょっとビフォーアフター見るとこんな感じですね。こんな感じの写真になります。はい。これが、部分補正の使い方になりますね。段階補正フィルターの使い方になります。